リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。本日撮ってるのはですね、今日木曜日ですね、に撮ってます。ただ動画が上がるのはおそらく月曜日上がる予定になってます。なので月曜日のリント日記でございます。はい、珍しくリント日記で顔出ししてますね。理由はですね、Facebook にはちょっとチラッと書いたんですけれども、久しぶりにね、逆ナンパされたんですよ。それが嬉しかったので、動画を撮ってみました。まあ、リント日記ってね、私のなんか日常のことをこうやってダラダラとお話しするコンテンツとしてね、動画アップさせていただいてたので、はい、そんな感じでございます。で、いやー嬉しかったね。で、ナンパされた時が今手に持ってるんだけど、PC メガネかけてました。こんな感じで。で、会社のね、買い出しでちょっと外に出て行って、そのタイミングでナンパをされたって感じです。最近ね、髪型を、ちょっとマッシュ気味にして、こういうのいいんじゃないっていうのをおすすめされたのもあって、やったことなかったんで、やってみたんですよね。で、最近、髪の毛もちょっとずつ伸びてきて、前髪をいい感じに、こう、なんだろう、遊びをつけることができるようになったので、スタイリング剤、ワックスですね。なんだっけな。どこのワックスだったかな。忘れちゃった。あんまその辺にあるんだけど、まあいいや。まあそれで軽くこの辺をね、もともとテンパなんだけど、そのテンパを、なんだろう、修正するように、ちょっとここの、なんていうんだろうな、分け目がなくなるように、後ろから髪を前に持ってきて、軽くスタイリングしてるって感じなんですけど、やっとね、そのスタイリングも決まってきて、髪型もいい感じになってきたなっていうタイミングの時にナンパされました。なんかね、だから嬉しかったんですよ。この髪型、いいんだと思って。まあ、髪なのか、見た目なのかわかんないけど、でもメガネかけてたらさ、ちょっとネクラ感ない？こんな人。違うかな？こんな感じだけど。どう？ネクラ感はない？わかんないか。まあね、そんな感じだったんですよ。っていうだけの報告の動画なんですけど、で、どうなったかっていうと、ついては行きませんでした。仕事中なのでね、仕事の買い出しをしてたので、ついていかなかったし、もう一個はね、ちょっとナンパに対して、恐怖感じゃないけど、怖いなーなんてか、ちょっと思ったところもあって、ナンパをしたことがないわけじゃないんですけど、私も、友達との付き合いで、本当にフリーの時にね、誰か特定の人いる時にはしないですよ。フリーの時に友達に誘われてちょっとすすきの行こうよと。で、その時にナンパして一緒にお酒飲んだりとかはしたことありますけど、正直ナンパに、ナンパをする方もついていく方もちょっとわかんないんですよね。だって初対面だし、全然知らない人だし、なんか危なかったら怖くねっていうところをね、少し思っちゃうんですよ。変に真面目な部分があるので、そういうのはね、なんかちょっと怖くねって思って、ね。なので、ついていかなかったし、ただね、後々考えたら連絡先ぐらいは交換してみてもよかったのかな、なんて今は思います。正直ナンパしてくれた人は、私より多分年下の人で、で、しかも、ちょっと私よりも身長、私が169、170ないぐらいなんですけど、身長が。多分150、5とか6とかそれぐらいの身長じゃないかなに、すごい可愛らしい感じで、多分年齢的にも25とか26とかそれぐらいな気がするんだよね、雰囲気的に。だから私より全然下、私今32なんだけど、私より全然年下っぽく見えたし、で、なおかつ何がとは言わないですが、大きかったんですよ。うん。すごい可愛らしくて、そういう感じのこう、ナイスバディな方だったんですけど、ついていきませんでした。なんかちょっともったいないことした気もちょっとあります。今、彼女とかもいないですからね。フリーなんで。なんで、ちょっと惜しいことしたなと思いました。で、そう。その時にね、気づいたことがあって、私、ずっと髪の毛の長いロングな方が好きだと思ってたんですよ。もともとは。なんですけど、その子ね、ショートボブって感じの子だったんですよね。うお、可愛いじゃんって普通に思っちゃったし、私が好きな感じの目元の人だったんですね。ちょっと目元がキリッとした感じの
ちょっと目の印象だけ見ると強めな印象っていうんですかね、の感じだったんですよ。なんで、結構見た目だけで言うと、大きい方が私どちらかというと好きなところもありますし、それはね、どっちでもいいと思うんでね、好きになったらどっちでもいいんだけど、もうその話はいいや。下ネタになっちゃうからいいや。主なあっちといけ。うん。なんだけど、そんな感じの見た目の方で、もうこう、パッとね、雰囲気を見た時に、あ、可愛らしい人と思ったけど、ただナンパはちょっと怖いね。何があるかわかんないしね。女性から男性側だとね、つつもたせじゃないですけど、そういうこととかもあるわけじゃないですか。っていう恐怖心もあるよね。なーんかバックになんかいねえかな、みたいなさ。だからね、連絡先ぐらい聞いてみてもよかったかなぐらいで、ついてくのはやっぱ怖いねって感じでございます。ただ、ナンパをされた時に、まあ私あんまり自分に自信ないんですけど、自信ないし、顔出し最近こう始めてみて、皆さんがね、いいんじゃないとか言ってくださるんで、なんか顔出してみてもいいかなと思って YouTube に顔出し始めたんですけど、やっぱね、自分自信ないんですよね。なんか、かっこよくはねえしなとか、ちょっとオタクっぽいしなとか、喋り方こんな感じだし、なんか、おばさんな感じじゃないですか。どちらかというと。なんか女性っぽいというか。なので、そういうところもあって、もう本当に自分に自信がなくて、もう自分のこと嫌いなんですよ、本当に。なんで、自分のことを好きに少しでもなれるようになる修行なのかななんてたまに思ってます。YouTube とかの配信をすることによって。もう自分の声も嫌いだし、本当に。本当ね、編集の時に自分の声聞くのが地獄なんですよ、割と。でもね、もう2、3年こうやって自分の動画を編集するようになってから慣れましたけど、それでも嫌な時は嫌だからね。喋り方もあんまり好きじゃないし、直せばいいんだけどね。でもね、素が出てくると喋り方っていうのはね、自分の根底にあるものだからね、なんか覆せないんですよ。なんだけど、なんか最近こういろんな方々にね、見ていただいて、評価をいただいて、で、いろんな人にこう、声をいただいて、それを聞いていくと、もうちょっと自信持ってもいいのかななんて思いました。それを思うのが32っていうのは遅いんだけど。でもね、なんかそんな気持ちになりました。本当に嫌いなんですよね。人間としてもこう、なんだろうな。自分の体調もそうなんだけど、こう、ちょっとね、うつ傾向にあった時があって、自分ではうつ病だって気づかなかったんですよ。なんですけど、3DCG やってる時に幻聴は聞こえ始めて、で友達と話してたら、いや幻聴なんて聞こえてないよみたいな話をされて、え、幻聴なんてっていうか、そんな怒鳴り声なんて聞こえてないよ、なんかね、怒鳴る上司がいたんですけど、その怒鳴る声がね、遠くから聞こえて、あ、怒鳴ってるよねみたいな感じで友達とおしゃべってたら、いや怒鳴ってないよっていう話になって、え、そんなバカな、いや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 、怒鳴ってるよっていう話をしたら、いやいやいや、したら幻聴らしくて、それが。で、とうとう家でも聞こえるようになったんですよ、怒鳴ってる声が。で、その時に友達と喋ってるうちに、精神科の病院にね、行って、あなたは、うつですよと。ちょっとやばいタイプのうつですよって言われて、そうなんだってなって。で、話をゆくゆく聞いていくと、なんか、肺になってくるタイプのうつらしいんですよね。肺の中、うつの中でも、テンションが高めになるらしいんですって。で、そういう人って、屋上とかに行って、わー、綺麗だな、飛んでみようって飛んで死ぬらしいんですよ。やばって思って。それを、こう、診断をね、なんか、病院行って診断書みたいな、こう、なんか、チェックシート、みたいなのをすると出たんですけど、それをした時に、あー、そうなんだ。で、それの病気に気づいてから、頭痛持ちだっていうことを自分に気づき、私、偏頭痛と群発頭痛っていう頭痛を持っていて、なんかね、そういう部分でも、体調の面でも自分のことを嫌いだし、群発頭痛もなかなか大変だしね、偏頭痛も大変だしっていう。で、しかも、そのさ、病院のお金とかもかかるわけじゃない。それと、こう、親にね、お金を借りて、ね、治療費をやったりとかっていうところに当てた時もあって、で、一回、実はね、手術もしたことがあって、ガンマナイフっていうので、脳に、悪性じゃないんだけど、腫瘍みたいのがあって、ちょっとちっちゃくした方がいいかもっていうことになって、一回だけやったんです。それで様子を見て、まあ、それの腫瘍は一回、ちっちゃくはなったんですね。全くなくなるわけではないんですけど。で、
それで様子見てったら頭痛良くなるかもねって話で、そういうこともしたことあるんですけど、そういうところでね、お金を借りたりだとか、手術費用をね、親に迷惑かけたりっていうところもあって、本当なんだろう、自分クズだなって思うことがよくあったんですよね。でね、そうやってお金借りたりとか、なんだろう、でそのお金もね、ちゃんと返せてなかったりとか、こう緊急でお金を貸してほしいっていうこととかもね、いろいろあったりとかで、本当に自分は人間としてクズだなってすごい思ってて、何度かね、死にたいなと思ったこともあるぐらいなんです。もう話がちょっと飛躍しすぎてますけど、っていうぐらい本当に自分のこと嫌いなんですよ。なんですけど、最近皆さんそういう風に言ってくれるんで、もうちょっと自分のことを好きになってあげてもいいのかなって思いました。少し前向きになろうかなって。その特定の人とお付き合いしてる時も、なんであんな言動しちゃったんだろうとか、謝っとけばよかったのになとか、後々後悔することって、いやでも人間そうなんですよね。後悔後に立たずって言いますからね。後悔先に立たずか、日本語がもうぐっちゃぐちゃです。後悔なんてね、先に来ないもんなんで、なんでその後悔したりっていうところもあるんで、なかなかね、後悔して前に進んでって感じですけど、こう後悔することが多いんですよね。やっぱり昔こうだったなとかって、ああだったな、こうしておけばよかったな、ああだったなとか、なんかね、ストレスでね、そうやって病気を併用してしまったりとか、なんか言い訳だなって思ったりもするんですよ。なんか弱えなこいつって。そう、今はね、頭痛だけです、併用して大変なのは。で、頭痛もちょっとね、再発してきてるんで、腫瘍もね、なんかちょっと大きくなってるらしいって話をこの間されて、手術をした方がいいんじゃないかって話もされたんですけど、うん百万かかるって言われたんですよ、次の手術するなら。なんでかっていうと、一回やってる時に比べると、何回かやって小さくしなきゃなんないらしいんですね。私はよくわかんないです。病院の人じゃないんで。それをね、何回もやって、で、入院期間も長いと。って言われた時に、いや、それは嫌だなと。なんで薬で今緩和するようにしてるんですよね。なんか毎日一錠だけ飲む薬があって、それで緩和して、少しずつ、なんていうのかな、ちっちゃくなっていくのをね、やってくるみたいな。それでもね、お金がかかるし、で、お金がね、かかってる中で、動物たちもいっぱいいるんですけども、そう、親にもね、そろそろお金返していきたいなとか、ちゃんとこう、親孝行できるようにしていきたいなと思ってる矢先でそういうこともあって、なんかね、思うようにいかなくて、なんかね、こいつクズだなとか、こいついなくていいんじゃねえかななんて思うこともあったんですよね。はい、なんですけど、そのタイミングで皆さんやっぱり支えてくれたりとか、こう、なんだろうな、協力的っていう言い方もあれですけれども、なんかそういう風にね、いろいろお声をいただくと、もうちょっと自信持っていいのかななんて。で、今回のこの出来事もね、自分の見た目にも自信がなかったので、なんか自分の見た目っていう部分も少しだけですよ。で、自信持っていいのかなって。で、こう内面の部分もね、私あんまり飾らないようにはしてるんですけど、まあ、ただ一個あるのはね、明るく振る舞う癖はあると思います。暗い部分はあまり見せないようにしてる部分は、全員に対してそうです。親にすらもそうなんで私。弟でも彼女、その時付き合ってる彼女とかにも、あんまり暗い面って見せたくなくって、まあ、強がり癖があるんですけれども。それはね、ほんとやめなきゃなって思いつつもやっちゃうんですよね。そこはね、ほんともうちょっと成長しなきゃって、人間としてって思っております。なんですけど、まあそういう部分はね、あまり見せたくはない部分なので、 YouTube では特にね、明るくいこうかなって思ってるんですけど、なんかね、もうちょっと素を出してってもいいのかなっていうのは、なんか最近思うようになりました。ちょっと話が飛躍してね、ナンパされた話から、自分嫌いなんだよねから、病気こういうのしてたよねから話が肥大してこういうことになってるんですけど、なんかね、もうちょっと自信持っていこうかなって最近思います。特にこう細かい出来事の積み重ねなんですけど、その積み重ねっていうのが、なんか自分への自信につながって、もうちょっと自分のことを認めてあげて、自分のことを許してあげてっていうのをしていってもいいのかなって思いました。まあ、どんな人たちにね、この動画が届くか分かんないんですけれども、もしこの動画を見て、
ちょっと悩んでるって方がいたら、もうちょっと自分に自信持ってあげてもいいんじゃないかなって思います。私自身もね、自分も含めてなんだけど、本当にもうちょっと自分自身に自信を持って、少しだけその自信っていうものを胸に秘めているだけで前に進みやすいような気がしました。あの実体験としてね。なんで、まあ、自分のこと嫌いだったり、病気のことがあったり、あれだったりこれだったりっていろいろあるけれども、その中でも、生きてていいのかなって、死ぬことはねえかななんて思いますね。なんだろうね、最近の自殺がどうのとかっていうのも見ていると、死ぬほどでもないんじゃないかなって思ってます。まあ死んだら死んだと、それはそれでね、親に親不孝者になっちゃうしね。だからあれだけど、なんかね、そういう風に自分に自信を持っていいんだなって思いました。話はちょっとこう飛躍していってるんだけど、最近ちょっとねメンタル的にやられてる部分もあって、そのうららちゃんとはるくんのことでもそうですね、メンタルやられましたし、その辺でね、やっぱりお金かかっちゃって、病院の費用とかね、でこうなんだろうな、生活ちょっと厳しいななんていう瞬間とかもねあって、で皆さん支えてくれる人もいて、で親もなんとなんかね、あの協力してくれたりっていう部分もあって、っていうのを見ていると、受けると一瞬ですね、みんなに迷惑かけてこんなやつなんてって思ったりもするんですけども、その人たちの行為っていう部分をね、あの踏みにじらないためにも、ご行為で していただいてることもあるので、踏みにじらないためにも、なんだろうな、自分に自信を持って少し前向きに進んで、いつかその人たちにしっかり恩返しできるように進めていけたらいいのかなって思ってます。なんだろうね、なんか動画の締め方あんなくなっちゃいましたけど、まあそんな感じです。もう最近いろいろあったんですよ。なのでね、ちょっと自分に自信を持ってみてもいいのかなって、いろんな出来事が重なってね思いました。で、最後に本音を言うと、彼女欲しいねということで、この辺で締めていこうかなと思います。面白くないねということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。